やるぞ。どこ行こうかね。下行く？なんかやってない？これ。やったらしいぞ。何が違うかっつうと、二人組だよな。それだけだよな。乗せて下ろして乗せて乗せて下ろして下ろして乗せて下ろす。どうだ。まあ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 まだね。違う。これは何ですか。二人拾って二人下ろして二人拾って二人下ろして二人拾って二人下ろした。どうです。ありがとうございました。結構序盤にあれだよね、エクストラ問題出てたね。次はこうなると分かんないんだよな。ここに一本道がたくさんあるステージはそれを外すとえらいことになる。ここはもうね、通れない。ゴール前をこいつらでここで通って終わるみたいなことはしないとダメじゃん。なんかこうなるじゃん、ゴール前が。どうやって？最後にこの2つを通るのはできるのか。そうかな。こうか。ここで一人拾いに行けるんだ。二人拾って下ろして二人拾って一人乗っける。オッケーオッケーオッケー。ほとんどなんか無理だもんない今のは。次は5番。これ拡大あできるんだ。移動もできるんだ。いいね。
なんだかわかんないけど、いいね。うん。は？どうやってこれ行くの？いや、ああ、往復できるわ、ここだと。二人乗せて。ここ使ったら終わりだ。ゴール前をこの2つだとすると、ここがわからん。ここの経路ってこれこうやって行く以外ありえんのよ。ありえる。いや、ありえない。ここでもう一周するなんてできない。こうなるんだよな。ここまで来たやつはもうゴールに向かうしかない。これができないんだよ。あ、いや、この二人を先に乗せればいい。でもそうするとこれがダメか。いや、一人降りるから、ここで次の人乗るのか？一人だけ乗せておけば、ここはいけるのか？これとこれが乗っかって、この二つ行って、これが乗っかって、これ寄って、ゴール行けんだ。あー、ここはトリッキーなものを使ったね。本当か？ちょ、これができるんだよね。降りたらすぐに乗れる。ナイス。こっちでもそんな難しくないね。前回いきなりあれか、上のステージがいきなり発展のところ行っちゃったのか。
広いな。これ二人拾えるんだよね。で、下二人。拾って、置いて、拾って、置いて、帰れるかな。これいけた。ここはとてもシンプルだったね。ありがとうございました。対象系なんで、内側が厄介だよな。これどうなってる？真ん中下ろしてへんやん。両端両端真ん中真ん中みたいにいけないかな。ダメかも。ん？いや。やっぱやる方法って、この4つの端っこをやってから、2つ取って2つ入れて、2つ取って2つ入れてって、この道を最後に通るって感じだと思うけどね。
それをやるとね、この行って帰ってくるんで出口がもう塞がってて終わっちゃう。それをどうにかするには、最初にこっち側を通ればいいわけだよね、別に。こっちから行ってあっち帰ってくればいいんだもん。それって、この二人を拾ってこっち側と、こっち側触れた後にこの二人取って、上行って、この二人取って、ああ、それできないんだった。そうそう、後半できないんだ、それ。こっちとあっち触れてをやるともう行き止まり。ここにな、なんか、ここにもっとこう、広がりがあるといい気がするけどな。これでも狭いか。どっちにしよう、往復はできない。今全然わからん。あ、こういう道あった？あ、こういう道考えてない。いや、考えないよ。だってこれ、一回で4人、一回で4人経由は無理だ。こんなんどこ行き止まりやってもダメやもんな。なんだこれ。特ビジョンがない。今自分がイメージしてることって本当に実現可能なの？4つの隅っこを触ってからの次をどう考えてんの？二人乗っけて、こう道を通ってから、通った先で二人確保して、戻ってくるっていうのをやりたいって言ってんだよね。こんな路線が作れますか？
外側の二人を外側に配置して、内側を一人。なんだこれは、どうやればいいんだ、こんなんできるんか。二人を二人をここにくっつけて、下の通路は今開くようになって、上のこの二人を こいつ拾っちゃうんだけど、この二人を拾って下ん、これってだってさっきまでやってたやつと同じじゃん。ダメだ、拾えない。二人拾って外つけて、二人拾ってこれが何もできないね。そこ素通りしちゃうんだよな。あとここで二人乗ってないとダメなんだよね。で、ここで下の子拾わないとダメなんだよな。何なんだこれは。ゴール前のこれもダメだもんね。ここで拾えるか。こいつを拾いたくないのよ、最初に。
でもこうすると二人拾うんだよね。後半を上下逆転、ん？左右反転してもダメなんだっけ？画面端の4つを取りに行くのを案だとなんかダメっぽいけど、それ以外の取り方じゃあんのかな。路線が2つしか引けなくて、なんかこのアイディア以外ない気がするんだよな。一回入った時に片側の内側二つ通って、内側で二つ拾って、もう片方の内側セットしに行くっていう、これしかないと思うんだけど。それをするには、それだったら、最後のここは先に行かなくていいよねっていうのはあるな。後から通っても別にいい。あかん、迷子になった。この方向っちゃダメ、ダメだが。これが取れない。取るならこれ二人一気にってやんないとダメか。
こうは？うん、簡単なんだけど。やばいねって。やばいって、これ。できないね。これ下ろすとこれが乗るんだよな、次のターンで。それ乗ったら今のこの計画はできない。無理やるか、これは。なんだ？
あー、待て待て、違う方法あるんだ。こう揺るといけんだな。ここさえ埋まっていれば、こことここっていう入れ方できるんだ。あ、全然それは考えてない。考えよう。めちゃくちゃそれじゃないのか。めちゃくちゃそれだったんじゃないの。わからん、これ今どうなってる？なるほど。いやー、それは できないわけだよ。だってできないこと考えてたんだ、ずっと。ずーっとできないこと考えてた。じゃあここじゃない、どこ ?7 か。これなー、この線路マジで引かん。これ絶対無理だと思ったもんね。絶対無理だと思った。違う違う違う、一個埋めとけばいいのよ。あ、このさ、対岸のピンポイントで内側を狙いに行くっていう、そんなの出ないよね。いや、自分ならなんかこういうステージ作ってても、そんなのできないよって最初から切り捨てちゃってたな。すごい、すごかった。ありがとうございました。